ちょっとタイトなスケジュールでね、申し訳ないと思うんだけど、しっかりとね、ここすごい大事なところだし、ね、ラストね、積み上げてきたものを、出すのがすごい大事。まあ一つでも勝ち点取って、一つでも順位を上げて、ね、一つでもサポーターにね、いい試合を見せるのがやっぱりプロとしての務めだと思うので。ね、そこの今度の群馬戦に向けて今日準備しましょう。はい、OK。 スタート。疲れはありますけど、いい天気だなって感じです。気をつけて帰りましょうって感じです。もぎちゃったりとか、そういうのがあるんですか？あんまないですけど。あ、でもあるか、あるわ。あるけど、あんま、これも仕事なんで。大丈夫です。はい。バックがやってる。タメゼロ、タメゼロだ。繋いで繋いで、これ。衝突事故岩との。お疲れ様でした。お疲れ様。いや、まあ監督も言ってましたけど、まあサブの選手っていうのはそういう難しさもありますけど、まあサブの選手の力っていうのはすごく大事になってくると思うし、まあ、町田戦なんかね、途中から出た高谷が決勝点取ったり、まあ、横浜 FC の同点ゴールも、途中から出た選手が絡んだりしてる部分があるので、やっぱり途中から出る難しさもありますけど、その分やっぱチームに与える影響っていうのはすごく大きいと思うので、そういった部分で常に準備を怠らないっていうのが一番大切な部分だと思うので、まあこういうイレギュラーな日程になりましたけど、まあ沖縄の皆さんのおかげでこうやって練習できたことはすごく僕らにとってプラスだと思うので、まあ次の群馬戦に向けてまたしっかりいい準備したいなと思います。いや、全然ないですね。やっぱりホテルもゆっくり過ごせてますし、食事もホテルの方が素晴らしいものを用意してくれてるし、練習環境も素晴らしいところがあるので、僕らは何一つ不自由なくできてるし、こういったイレギュラーな日程の中でも、まあ、コーチングスタッフ含めマネージャーだったりとかトレーナーの皆がね、本当にせっせといろいろ僕らがスムーズに物事が進めるように段取りを組んでくれてるので、本当にそういった方の期待にというか、そういった人の協力があって僕らがやっぱピッチ立てるので、まあ、感謝しながら残り5試合戦いたいと思いますし、もう本当に台風でね、開催できるか分かんない中来てくれたサポーターの皆さんもいたので、そういった、まあ、人のために戦えたってことは嬉しいし、まあ、残り5試合上がまだ3つ残ってるので、まあ、全部勝てるように本当に
残留っていうのを最低目標にしながら、一つでも高い目標に、高い順位に行けるようにみんなで頑張っていきたいと思います。いっぱい食べる？いっぱい食べて寝る？それいやどうなんですかね。いやでも基本的なことっすよ。食べて寝てっていうくらいじゃないですか。もう今回はちょっとイレギュラーでしたけど、基本はそんな時間あるわけじゃないですからね。全泊で入って試合終わって次の日すぐ帰るってだけなんで、そこまでなんかこれっていうのは、まあ、とりあえず食べます、いっぱい。そんなにないかな、基本あんまないっすね。こういうアウェー来た時ですよね。過ごし方とかそういうのとかも含めてないかな。寝る時間が早くなった年取ったからいや、うん、そんくらいじゃないですか多分。いやもう変わらないですよ。はい、まあ、僕もそうだしチームもそうだけど、練習でやってること、あと自分が持ってる能力、それ以上のことはできないですから、それを、やってきたことをどこまで出し切れるのかということだけにこだわって、はい、やっていきたいなと思います。それがまあできれば、昨日の試合のように結果が、まあ、後からついてくるんじゃないかなと思う。それに尽きるのみですね。はい、ありがとうございます。はい、